ええー、こんにちは。即家塾の福です。まあ、あの、生活保護費のことについてなんですけども、私はね、まだまだちょっと上げていかないと、とても生活は保護されていないんじゃないかなと思うんですよ。これは、当事者の方もそう思うんじゃないですかね。毎月の生活保護費で、十分文化的で、健康な、最低限の暮らしって遅れてますかね。いや、そもそも生活保護の人って、最低限の暮らしでいいんでしょうか 私はとてもそうは思えないんですよ。お前は最低限の暮らししろよっていうのは、これ、人権とか憲法でいう生存権に当たるんでしょうかやっぱりね、好きな女の子とデートもしたいし、アニメの DVD も買いたいし、それから、もし好きな方がいたらね、たまのパチンコとか行きたいじゃないですか。それは思うんですよ。うん。もちろんね、合流するところまで行くと、 ちょっとやりすぎかもしれませんけどもまあでも人間が何に喜びを感じるかっていうのはねみんな人それぞれだと思うんですよむしろお金がないからっていうだけで自分のね喜びが制限されると非常に危険な精神状態になっていくんじゃないかなと私は思うんですよねいやでもね生活保護費なんて、まあ、10万ぐらいやったら十分だって思う人 実際に自分でその10万で暮らしてみたらどうかなと思うんですよ、ね。で、誰がいくら使うのかっていうのは本当にね、工夫次第、欲望次第だと思うんですよ。で、今のような時代はコストをギリギリまで削ることもできます。お金をほとんど使わずに暮らすこともできます。でも、経済発展しようと思ったら、みんなが節約に向かうよりも、みんながさらなる消費をした方がいいと思うんですよね。もちろん、 消費をどんどんしようって言っても食べもしない弁当をね3つを使ってほとんど廃棄しましたみたいなそういった不明なことをするのはどうかなと思います限りある試験ですからねやっぱり有効に使っていかなくてはなりませんまあでもですよ限りある資源とは言いますけどもこの地上で尊い資源最も尊い資源は生命とか時間なんじゃないかなと思うんですよもちろんその時間や生命を 石油採掘に置くのか森林伐採とかね森林保護に置くのか人間の欲望を満たすための消費時間に置くのかいろいろとバランスはあると思いますけどもまあでも少なくともね悪い意味でアンバランスだと思うんですよ生活保護費の安いっていうのはもちろん成熟していない国家では生活保護という制度そのものがまだ成り立っていないと思いますけどもせっかくね 生活保護っていう制度を作るんだったら、本当に保護してあげましょうってことなんですよ。それが逆に、年をごとに生活保護費が減らされていったりとかね、税金が上がっていく中で、その分の政策が取られていないと、ね。だって消費税とか基本的に上がるわけじゃないですか。じゃあその中で、可処分所得は下がるわけですよ。生活保護の方の可処分所得は、それに巻き込まれないように、じゃあ税金がアップしたんで、 生活保護費の支給をプラス10%にします、プラス20%にしますぐらいのことはやってもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあとにかくね、私は思いますけども、このまんまのね、生活保護の支給水準では、生活保護を送っている方の中から、豊かな才能とかね、新しい能力っていうのを育むのが非常に難しいんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、生活保護を受けている方の中の、みんながみんな、 隠された能力があるっていうところまでは思ってません。でもそれは生活保護を受けてない我々一般労働者も同じですよ。みんなが才能ありますかねそうじゃないと思うんですよ。多くの方は普通に生きて食べて飲んで死んでいくだけなんですよ。でもその大部分の平凡の中からたまーに能力が生まれるんですよね。それにかけようと思ったらある程度の自由度、 行動の自由度とか、出会いの自由度とか、金銭的な自由度を、やっぱり担保されてないと、じゃあ日々ね、食うだけで終わっちゃうわけですよ。うん。だからそういう意味も込めてね、私は生活保護費をもっともっと上げていく方向に、とりあえずは議論だけでも始めていく必要があると思います。ということで私は一人でね、こうやって喋ってるんですけどね。あの具体的には37万くらいいるんじゃないですか。 あと細かいところは個人的な微調整をかけるとしてね323万の人もいれば423万の人もいるみたいな感じで37万をまあ中央に置いてそっからなんか上下にぶらせばいいと思うんですよ決して高い金額じゃないと思いますよしかもその財源ってのを私たちの納税者の税金から集めてくる必要がないっていうのはもうバレちゃってるわけなんですよ、ね、だって税収の中で国家運営をするって言うんだったら毎年破産じゃないですか じゃあ何か問題起きてますかってことなんですよ。問題起きないんですよ。円の信任も失われないし、日本円の価値も落ちないし、日本円の価値が落ちることがあるとしたら、それはですね、次の世代の日本人が何も生産しないっていうことに対して、信頼関係が世界から揺らいでしまうってことなんですよ。でも、日本は生活保護の人ですら豊かに消費活動してるよ。 だから日本には商品はもっともっと売れるよってことになったら信用高まるんじゃないですかね。みんなで節約しちゃうと日本人は何も買わないよと。安くないと全然やってくんないよみたいな感じになっちゃいますね。信頼されますかねどうですかねやっぱりしっかりとしたいい商品をプロバイドしていくそういった国家や会社からするときちんと買ってくれるところ。ね。無茶な値下げ交渉とかしないところ。つまり デフレの国に対して売るよりもインフレを起こそうとしている国に商品を売った方がその国との関係ってのは良くなるんじゃないかなと思うんですよねまあもちろん生活保護の金額を上げれば全部解決するみたいな単純なことではないと思いますけどもとりあえずとっかかりとして時代遅れの生活保護費の水準これをね令和版の生活保護の水準まで上げることは急務だと思いますよ、まあ、どうですかねとりあえず20万ぐらいにしてみたらいきなり37万とは言いませんけども 20万ぐらいにしたら多分生活保護を受けてらっしゃる方ももっともっと消費活動を起こして生活保護の方が使うお金が増えて結果数々の企業が業績を取り戻すんじゃないですかね、うん、そう思いますけどねじゃあ本日は以上です